さあ、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクト2ライブ始めていきましょう。気空団か。すごい。よくできてるな。この手のひらサイズの模型に乗るのは無理だけど、飛空艇の仕組みを勉強するには参考になるかも。買うかどうか悩むな。えらく食いついてくれるね、お嬢ちゃん。飛空艇が好きなのかい？さすがフリーマーケット、珍しいもんに出くわすぜ。よし、気に入ったなあお嬢ちゃん。そんな模型よりどうせだったら本物の飛空艇が欲しくねえかい？欲しい。もちろん欲しいです。売ってるんですか？マグロ漁船かな。どこにあるんですか？落ち着きなよお嬢ちゃん。飛空艇そのものはここにはねえ。だから手に入れる当てになりそうなもんなら売ってるぜ。こいつを見てくれ。これがな、今よりもちょいと昔に書かれた地図だ。俗に言う太閤開地図ってやつさ。宝の持ち腐れの地図。俺はな、いつもはランドソルの近くにある村で小道具屋をやってんだ。俺のひいじいさんの代からやってる店でな。そんな店の倉庫で埃かぶってたのがこの地図だわけさ。本物か偽物かは正直に言うわからねえ、だがなこの地図に書いてある場所を見るとだ、まるっきり嘘っぱちだとはどうにも言い切れねえんだよ。森みたいですね。英知の森、聞いたことのない場所ですね。ランドソルから行くには遠いからな。これといった観光名所もねえ。ねえが、昔の冒険者には有名だって話だ。一歩でも足を踏み入れたら最後、迷いに迷う、迷いの森だってな。迷いの森、なんだか物騒ですね。でも、どうしてそんなところに冒険者が？当然不思議に思うわな。ほら、この森の中、
館みてえなもんが見えるだろ。この館にはな、大昔に錬金術師が住んでたって噂があるんだ。錬金術師って鉛を金にしたりするあの錬金術師ですか？うん、ああそうだ。で、錬金術師が金塊の一つでも残してるんじゃねえかと思って冒険者連中が森の中に入っていったってわけさ。ああ、印があるのは崖だか山だかの横っ腹だ。この地図を描いたやつはここで何かお宝を見つけたんだろう。少なくとも俺はそう見当をつけたぜ。なるほど。で、わあ！あ、ごめん、急に大きな声出して。でも、ほら、このバツ印の近く、何かが飛んでるように見えるよね。この絵、鳥にも魔物にもドラゴンにも見えない。これはどう見ても飛空艇だよ。だろ？わざわざご丁寧に書いてあるんだ。いや、おかしすぎないか？あまりにもストレートすぎないか？万が一この地図が本物だったとしたらだ。この飛空艇まだ森の中にあるかもしれねえぜ。それこそバツ印のところに隠してあったりしてな。ストーリーなのかな。じゃあ次は、やあやあ、そこの楽しげなお兄さんお姉さん。シシュ。サイン？はーい、僕ビッキー。誰？後楽園遊園地で。あ、そう。別耳？ビッキー紛らわしいな。私には可愛すぎないかな。大丈夫、よく似合うこと間違いなしだ。それにこのネズミにはただのおしゃれアイテムじゃないんだ。とっても霊言新たかな縁起物中の縁起物なのさ。君たちも東国の名前は聞いたことがあるだろう。そしてそんな十二の神社の中の一社、ネズミの名を持つネズ神宮で生まれたのがこのネズミミなんだよ。本当？そうなんだ。そう言われてみるとなんだかすごいものに見えるような気がするかも。すごいに決まってるさ。
からね。作ったって、罠。僕の式神のドーマースだよ。式神っていうのは僕専属の精霊みたいなものさ。とてもそうは見えないかもしれないけど。褒め言葉だよドーマース。怒らない怒らない。かっこいい顔が台無しだよ。惜しいね。よし、それじゃあ改めて自己紹介をさせてもらうよ。僕の本当の名前はビカラ。北の守護神ビカラ、根津神宮の主、その人さ。よろしくね。お前だったのか。根津神宮の主。ビッキーが。かしこみかしこみ。というわけで、ネズミミのご利益は分かってもらえたかい。これはもう買うしかないよね。さあさあ、二人お揃いでどうかな。お揃い。いや、それはねえ、あなただって恥ずかしいよね。即決。オッケー。好きなネズミを選んでくれるかい。ちなみにどれも同じデザインとご利益だから安心してね。じゃあ私もそう来なくちゃ。かしこみかしこみ。フリーマーケット楽しかったね。ところの地図も変えちゃったし、あとネズミミもね。ネズミミはまた今度ね。いや、そんなに見つめられてもつけないよ。やっぱりお揃いはちょっと照れるし。で、あれ、向こうから走ってきてる人がいるね。誰だろう。あ、カリンさん、お久しぶりです。そんなに急いでどうしたんですか。ちょうどよかったです。実はあなたにお話がありまして。あ、それなら私がいると話しにくいですよね。じゃあ、ああ待ってください。実はその少し困ったことが起きていまして。それもギルドに依頼するのも難しいことが。なのでリータさんにもお話を聞いてみたら。力を貸してもらえませんか。そうなんですか。まだよくわからないですけど、私でよければ力になりますよ。ありがとうございます。それではお二人とも私についてきてください。お話をする前にまずは会っていただきたい方がいるんです。わかりました、行こう。ただいま戻りました。さあお二人とも中へどうぞ。お邪魔します。あれ、誰もいないみたい。おかしいですね。お出かけされたんでしょうか。あの、今何か聞こえたような。あの暗くなってるところ。お、かわいい。ああ、そちらにいらっしゃったんですね。お待たせしました。頼りになる方々をお連れしましたよ。被害者か。どうしたの。え、でも髪の色が違う。
お。まずボスチケットをいただいた。剣もレベルアップできるんだ。まあまだ無理やけど。今日のおやつは何にしよう。やっぱ。さて、他の連中が帰ってくる前に、なんか料理でも作っといてやるか。レベル5をこれからプレイできます。65ですからね、どんどん上げていきたいとこです。未来見たい。見かけた。ドラム。押してる押してる。勝ちました。まあそれはともかくマナも獲得していきましょう。勝ちました。
行きましょう。私たちが訪れたのは断崖の遺跡でございます。火山の噴火によって盛り上がった岩にへばりつくようにして存在していた謎の遺跡でございますね。こちらすでに滅んだ古代文明の遺跡らしいのですが、崩れやすい崖の中途に存在するため迂闊には近づけず調査が難航しており、詳細は不明でございます。なぜそんな場所が今回の秘境を巡り、もとい食べ歩きの目的地として選ばれたのかは謎でございますが、うん、遺跡には未知なるレシピなどが眠っている可能性がありますしね。おそらくペコリーヌ様の目的はそういう代物ではないかと考えております。うん、いい子いい子、ちゃんと真面目に頑張って喋ってくれるココロちゃんが大好き。流してくれてもよかったんですけど、ふむ、ペコリーヌ様のおっしゃることはたまに難しいので、適切な受け答えができているか不安なのでございますが。いいんですよ、難しく考えなくても、大体のことはその場のノリでどうにでもなります。そうなのか。私はここポイント。キャルちゃん目が座ってますね。ダメですよ。食事は笑顔で楽しむものです。暗い雰囲気だとせっかくのご飯も食事命のやりとり。食べることは生きることですから、いつだって命がけです。糸に1万円選びました。負けないからね。
きましょう。ルナは禁物。やばいやばい。チート並みに強いかも。こっちを書いて。何これ。あまり聞いてないな。ようやく倒した。敵も強くなってきてんな、耐久性が。
ラストか。回復するんだこいつ。あ、死んだ。厳しい。失敗？アリーナ行きましょう。あれ落ちてる力が。死んだ。なんだこいつ。思った以上に強かった。一応か諸君とともに特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。一応か諸君とともに天下統一するです。それはニノンの夢なのです。ニノンに切れぬものはないです。将軍は屋形船に乗ったつもりで安心していてください。再ゲームプリンセスコネクトリダイブ。諸君、ご飯にするです。お風呂にするです。それとも私、恥ずかしいです。じゃあ続きいきますか、ストーリーの。よーし、掘り出し物を見つけた。あ、イベントクエストやらないといけないんだ。張り切っていきましょう。
なんか勝手にオートに進行してるな。OK です。当然の結果です。あ、そうか、そういうようにしてるからね。分かった？Thank you.
上です。確認してみてください。諸君、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。ほっ、の重量が溜まっていく。うん、こんにちは。昨日はよく眠れた？もうぐっすりさ。おかげさまで気力充実、元気いっぱい。早起きして追加のネズミ身を作っちゃうくらいだよ。そういうジータは何をしていたんだい？飛空団に依頼が来てるかどうか確認に行くところだよ。飛空艇を手に入れるためにも、自分を鍛えるためにも、たくさんの依頼をこなしたいしね。それに、いろんな人と会えば、いろんな話ができるでしょ？うん。そういう中で、飛空団の役に立つ情報も手に入ると思うんだ。なるほど。ジータは偉いね。自分の夢に向かってまっすぐだ。今頃はカリンもギルド管理協会で働いているだろうし、二人の勤勉さを見習わないといけないね。僕も修行に身が入るよ。褒めすぎだよ。それにずっと働きっぱなしってわけじゃないよ。フリーマーケットにも行こうと思ってるんだ。まだ開催期間中だし、もしかしたらまた掘り出し物が見つかるかもしれないからね。フリーマーケットなら僕もまた出店する予定だよ。まずはネズミ身が揃ったらだけどね。そのために今せっせと作成中というわけさ。あとは、あ、そうだ、実は彼に町案内を頼んでいるんだ。ランドソルには来たばかりだからね。知っておきたいことが盛りだくさんだよ。この町のことなら彼に聞けば間違いないよ。いろんなお店のことも知ってるし、知り合いも多いしね。きっと素敵な出会いがあるよ。それはいいね。新たな出会いにたっぷり期待しておくことにするよ。うん、楽しんでね。リカラちゃん、フリマ頑張ってね。いい出会いがありますように。あ、お互いにね。立ち止まって、こそこそ。うん、今のところ誰にもバレてませんね。よし、この調子で。わあ、ってあなたでしたか。もう驚かせないでくださいよ。というわけで、
かして王女様ですか？はい。あ、でも周りの皆さんには内緒にしてくれますか？実はこっそりお城を抜け出してきてるので、あと私のことはペコリーヌって呼んでください。彼もそう呼んでくれてますから。わかりました。それじゃあペコリーヌさん、はじめまして。私はキクウシのジータです。キクウシのジータさん。ああ、あなたがそうなんですね。よろしくお願いします。もしかして私のことを知ってるんですか？彼から聞いてたんです。とっても頼りになるキクウシさんがいるって。そうだったんですか。恐縮です。あの、ところでどうして今日はフリーマーケットに？簡単に言っちゃうと視察です。せっかくの催し物ですから、皆さん盛り上がってくれてるかなって。あとは屋台のいい匂いに我慢できませんでした。お城まで漂ってくるんです。なるほど。確かに屋台の料理って妙に魅力的ですよね。気持ちはわかるかも。もうどこのお店も美味しくてやばいです。やばいですよ。そして彼女を見る者は誰もいなかった。秋の
誰だったっけ。噂をすればですわね。さあお仕事と参りましょう。ジータさん、あなた様。はい、強化お願い。ジョブチェンジ完了。思いっきりいくよ。てらすぎるくらいなのに。
ですし、それに優秀な取引相手とは友好的な関係でいたいですからね。秋野さん、わかりました。じゃあ遠慮なくいただいておきますね。